クラーク電池クラーク電池は、イギリスのエンジニア、ジョサヤ・ラティマー・クラークにより1873年に発明された、湿式化学電池。安定して高い電圧を出すことができる。1893年、クラーク電池の摂取15度での出力は、国際電気会議で1 4 3 4トと定義され、この定義は1894年にアメリカで法律となった。 この定義は後に、ウェストン電池に基づくものにとって変わられた。不極に亜鉛、正極に水銀を用い、硫酸亜鉛の飽和水溶液に入れている。溶液中には原極材として、硫酸水銀のペーストを用いる。クラークが最初に作成した電池は、ダニエル電池と同様ガラス瓶の中に作られた。銅の仮想度は、瓶の底の水銀だまりに変えられた。この上に、 硫酸水銀のペーストを置き、そのさらに上に硫酸亜塩溶液があった。短い亜塩棒が硫酸亜塩溶液に入れられた。亜塩棒は二つの穴が開いたコルクによって支えられた。一つは亜塩棒用であり、もう一つは電池の底に達しているガラス管用である。ガラス管に取り付けられた発金線は水銀だまりに接触している。完成すると電池は マリングルーの層により密閉された。1882年、レイリー卿は H 型の電池を導入した。これは H 型のガラス容器で片方の足に亜鉛アマルガム、もう片方の足に硫酸水銀のペーストの層を乗せた純水銀を入れたものである。容器は硫酸亜鉛溶液でほぼ上まで満たしてある。亜鉛アマルガムと水銀の電気的接続は 足の下端部に取り付けられた発金線により行われる。摂氏15度で 1.4328V の標準記電力を示す。標準となった電池は電流がそこから流れない方法で適用される必要がある。この設計には2つの欠点がある。マイナス1 1 5ルト、度という大きな温度係数とガラスの多いに入り込むアイガーマルガム接続と合金化した。 発金船に起因する腐食問題の2つである。1905年より温度に依存しないウェストン電池に電圧標準として置き換えられた。ありがとうございます。